サイパン丸は日本郵船のうち南洋航路の貨客船である。内南洋航路は南洋諸島居留民にとって生活必需品を補給し生産物を出荷する重要航路であった。それにもかかわらず旧式船中心だったところへ就航した新鋭船が元船であった。太平洋戦争中にアメリカ潜水艦に撃沈されたが、 約400人の乗客の多くを無事に避難させて、死者は1割以下に抑えた。以下、トン数表示のみの船舶は日本優先の船舶である。第一次世界大戦の結果、南洋諸島は国際連盟の委任等治療として日本に託された。1922年に南洋庁が開設されると、諸島の開発は一層進められ、 人員や物資の往来は増加する傾向にあった。日本郵船が日本と南洋諸島を結ぶ航路を開設したのは、委任島治療になる前の1917年のことで、ある。航路は神戸あるいは横浜を起点に、小笠原諸島父島、サイパン島、トラック諸島、ポナペ、クサイを経て、ジャルート干礁に至るアズマる線と、サイパン島から分かれてテニアン島、ロタ島、 ヤップ島、パラオを経て、オランダ領東インドのダバを、マナドに至る西巡る線の2航路で構成されていた。アズマ巡る線は、日本領内のみを航行する航路としては、おそらく最長距離を行く航路である。その後、往来の増加に対応して、諸島の東西を結ぶ航路などが順次、開設されていった。この航路では、航路では、食料や燃料、生活必需品、 各種機械が運ばれ、人には諸島産出のコプラ、砂糖、マニラーサなどが日本に運ばれていった。諸島に住む人々にとっては、この航路の船舶は一種の宝船であり、来航するたびに歓迎していた。この航路に就航していた船舶は、山城丸や、大見丸、大安丸、天城丸など、明治時代末から大正時代に建造された主力を占めていた。 昭和時代に入って、人員や物資の往来のさらなる増加に対応して、新鋭化客船を建造することとなった。その第一線として建造した、パラオーガンに続いて建造されたのが、サイパンマルである。サイパンマルは1936年6月16日に、三菱重工業長崎造船所で竣工した。船体は先に竣工した、パラオガンよりも1000トン大きく、 戦客店員もパラオガンより若干多かった。サイパンマル及びパラオガンは3連星レッシュプロ機関から排出された排気ガスでタービンを回し出力を増す方式を採用していた。鮮明に関しても海外の地名や国名を鮮明に取り入れる際には例えばアルゼンチナマルなどのようにひらがなか漢字表記にすることが多かったがサイパンマルとパラオガンに関しては カタカナ表記であり、カタカナ丸の表記は少なくとも、第二次世界大戦前の日本船舶の名前としては、数少ない存在であった。サイパン丸は、パラオ岸に続いて竣工後ただちに航路に、投入されたが、1937年からの日中戦争に際し、ジンタ道の日本人居留民引き上げのため同年8月に、日本政府に一時要請された。 その後は1941年9月3日から6日まで日本海軍の裸要戦になった時期を除けば通常の航路に就航し続け、これは太平洋戦争開戦後も基本的には変わらなかった。変わった点といえば航路が船舶運営会による運営になったこと、航路に対する敵の攻撃に備え不定期運航になったこと、輸送船団に加入すること、 企との戦客に引き上げ者が目についたことが挙げられた。1942年の時点で8月5日にパラオガンが12月28日に大見丸がそれぞれ戦火により沈没していた。1943年7月15日、サイパン丸はブラジルガンと輸送船3隻と共にお500号船団を編成し、水雷艇場と第18号総海艇、第15億船艇。 直接総改訂第七玉丸の護衛で再起を出港した。サイパン丸には、戦脚のタミソ、醤油、石炭、雑貨など合わせて3270トンが積み込まれていた。16日正午、第18号総改訂、第七玉丸が船団から分離し、第18号総改訂は再起へ、第七玉丸はスクモワン白地へ向かった。先団は、 折からの台風に翻弄され、低速力で進まざるを得なかった。船客の大半は、船酔いに見舞われたが、それでも避難訓練はみっちり行われた。7月21日、お505戦団は、北緯16度29分統計133度57分、北緯16.483度統計133.950度、16.483133.950。 のパラオ北方980キロの地点に差し掛かった。12時30分、船団はアメリカ海軍潜水艦ハダックの攻撃を受け、サイパンマルの船尾に魚雷が命中。サイパンマルは推進機が脱落して、メインマストが折れた。続いて12時38分に2本目、12時45分に3本目の魚雷が命中し、サイパンマルは船尾より沈没していった。 サイパン丸の乗組員は、自らの命を顧みず船客の避難誘導に努めた結果、2名の犠牲者を出しつつ、船客422名のうち389名を救助することに成功した。これは、船酔いの船客が多数いたにもかかわらずみっちり行われた避難訓練の賜物でもあった。この後、山城丸、タイアン丸も沈没。やがて、 ギルバート・マーシャル諸島の戦い、マリアナ・パラオ諸島の戦いを経て、南洋諸島は日本から切り離され、航路は消滅した。ありがとうございます。